いやいや、もうまた今回もいい歌詞ばっかりで、特にあの失恋のとこのシリーズなんかの皆さんの解釈が面白かったですし、一方的にこうやっぱ寄せる思いの歌詞っていうのはすごく響くし、あのラブソングの究極かなと思いましたね。こう実った恋とか結ばれた恋ももちろんラブソングなんですけど、その一歩手前のラブソングはやっぱ永遠に残るなって思いましたね。恋の歌ではあったり片思いだったりというのはあるんですけど、やっぱりあの本当に枝を想像して、すごく今枝の先端のか細いところにいるんだなと思うと、当然自信のないこととかうまくいかないことがあっても、もう少し時間が経って今がもうちょっと幹が太くなったら、今起こってることなんてそんなに大したことないと思えるまでもうちょっと時間かかるけど頑張ってねってやっぱり伝えたいですね。10月13日日曜夜9時、グッドフレーズ2時間スペシャル、お見逃しなく。